久保さん、ソフトバンクの孫正義さん、もう AI 一択ですからね。もう AI しか見てないですからね。<laughs> AI しか見てない。講演聞いてると。うーん、でもね、思うんですけど、本当にでも時代はそういう流れですし、どれだけ人間が、うーん、非効率であるかっていう話なんですよ。だからこれね、あの、これ確かになと思うんですけど、あの、一番ね、 あの、うん、事故する確率が高い人間が、未だに車を乗ってるみたいなね、話があって、面白いなと。<laughs> 自ら命を落とす危険性を、自ら人が作っている。いや、それはなくした方がいいだろうみたいな、なんか、なんかで講演で言ってたんですよ、孫さんか、誰か。確かにな、みたいな。<laughs> 人間が、こういう、多分、人、まあもちろんね、じゃあ AI になったら絶対、 なななんかかかか誤作動いいのかとかあるかもしれないですけど人間の誤作動の方が激しいですからね。はっきり言って。人間の誤作動は多分もっと激しいですよ。どうですかね。多分、まあ本当に今進んでるので、その確かに機械もね、誤作動あるかもしれないですけど、人間の誤作動の方がひどいんじゃないですかね。うん。だって、あれじゃないですか。 一生の愛を誓って30%は離婚するわけですよ。データとしても出てるわけですし。これ誤作動ですよね。おそらく <laughs>。でも、ロボットってどうですか多分、ずっと、何も文句言わず、ずっと動いてくれますよね。まあ、トランザムもそうじゃないですか。ずっとそこに、そばにいてくれません久保さん。久保さんが税金ちゃんと払えば、トランザムはそこにずっといてくれますよね。 どうですか俺の僕の GTR もずっとちゃんと税金してメンテナンス払ったらずっとそばにいてくれますよ。相棒です、本当に。誰も裏切るもう本当に裏切らない。相棒です。でも人間っていうのは裏切ります。どうですかどっちが、どっちが有望ですか僕は機械と結婚したいなと思ったこともあるんですけど、その、なんだっけな、あの、オーストラリアかなんかの、 あの、ロボットが、まあ、人間の社会に入ってきて、こうやるっていうど、あの、ドラマがあるんですよ。めっちゃ面白いんですけど。シューマンズだ。シューマンズ。シューマンズめちゃくちゃ面白い。シューマンズもう僕ね、いいなぁと思いましたね。もうロボットという、なんかその、生活したいです、もんうーん。だからもうなんかね、僕も人間様、人間で偉そうに言ってるんですけど、ロボットの方がね、本当にいいと思いますよ。 うん人間の感情ほどめんどくさいのはないじゃないですか。うんロボット一番いいんじゃないですかうん。トランザム最高じゃないですか、久保さん。<laughs> うんでもそのそれが、それが人間の良さでもあるんですよ。まあ、逆を言うとね。逆を言うと、それが人間の良さでもありますよ。温かみだったり。でも、でもそれもね。 心の部分とか感情の部分も結局もうロボットが、まあそう入るので <laughs>、もう人間もロボットも変わりなくなりますよ、もうもはや。どうですかね、久保さん。そこら辺に歩いてる人に対しての愛情とトランザムに対しての愛情どっちの方が高いですか絶対トランザムでしょ。誰も知らないね、その街中歩いてる人に対する愛情とトランザムにかける愛情全然違いませんそう。 そんな感じでね、人間はいつも裏切る言ってらっしゃい。